今日はオートレストラン鉄拳太郎に来てみました。で、チーズバーガーを買ってみました。ちょっと食べてみます。このチーズバーガーは自販機専用っていう、まあ、特殊なものみたいですね。で、チーズバーガーはこんな感じになってます。ちょっと食べてみて、結構どうですね、からしが効いてて、そんなまずくはないですね、中のハンバーグ自体も美味しいと思います。で、これが、220円、なかなかいける味だと思います。オートレストランのうどんを自販機で買ってみました。容器の側面に七味がついてます。これをちょっとまずはうどんに投入してみます。300円なんですけど、意外と予想外にちゃんとしたうどんが出てきたんで、ちょっとびっくりしました。天ぷらがこう乗ってるんですね。なかなか美味しいですね。ね、じゃあうどんをやってみます。うどんもなかなか美味しい。まあ、僕普通の天ぷらうどんなんですけど、まあ、自販機で買えるっていうちょっと珍しいところがあるので、まあぜひ、まあ、ここまで来ても、食べてみる価値はあるのかなと思います。ありがとうございます。素晴らしい。すごい。ありがとうございます。